カルシウムが豊富な牛乳と大豆を粉にしたきな粉は、それぞれ栄養価が高いイメージがありますよね。そしてそれらを組み合わせたきな粉牛乳は、健康にはもちろん、実はダイエットにも効果が期待できます。本動画ではきな粉牛乳の栄養価やダイエットに効果的な理由、効果的な飲むタイミング、注意点などをご紹介します。きな粉牛乳がダイエットに効果的な理由とは？ 1. ダイエットに効果的な栄養素が豊富だから。きな粉にはダイエットや健康に良い効果を期待できる栄養素が豊富で、しかも大豆よりも消化吸収がいいです。そのため大豆より効率よく良質なタンパク質やイソフラボン、食物繊維、ミネラル、ビタミンが吸収できるのです。またきな粉にはオリゴ糖も豊富に含まれており、食物繊維とオリゴ糖により腸内環境が整い、便秘解消につながります。便秘が解消されると、それだけでも体重の減少が見込めるほか、血流が良くなり、体全体の代謝のアップにもつながります。また牛乳に豊富に含まれているカルシウムには、食事で摂った脂肪の吸収を抑制する作用があるとされています。特に食事の前に飲むと、食事で摂った脂肪の吸収が抑えられ、ダイエットにつながるというわけです。 2. 腹持ちがいいから。きな粉に豊富な食物繊維は腸内環境を整え、便秘解消にいいだけではありません。摂取すると胃で消化されずに、そのまま腸まで届くので、満腹感が得られやすいのも一つの特徴です。また消化に時間がかかるため、腹持ちがいいという利点もあります。さらに牛乳も実は少量でも満腹感が得られやすい飲み物です。そのためきな粉牛乳を食前や間食として取り入れることで、食べ過ぎを防ぐのにとても有効なのです。きな粉牛乳のおすすめな飲むタイミング。 1. 食前に飲む。きな粉牛乳の一番おすすめな飲むタイミングは食前で、腹持ちがいいため自然に食事量を減らすことができるからです。またきな粉には食後の血糖値の上昇を緩やかにする働きがあり、さらにその働きはセカンドミール効果により長く続きます。セカンドミール効果とは、初めに摂った食事の次の食事の後の血糖値の上昇も緩やかにする効果のことを言います。例えば朝食前にきな粉牛乳を飲むと、朝食後の血糖値の上昇だけでなく、昼食後の血糖値の上昇も緩やかにしてくれるのです。血糖値の上昇が緩やかでなく急上昇すると、体に脂肪がつきやすくなるのです。 2. 朝食前に飲む。先ほどは食前に飲むのが最もおすすめという話をしましたが、食事前でも特におすすめなのが朝食の前です。昨夜の晩ご飯から朝起きるまでの間は何も食べていないので、朝は一日の中で最も空腹の状態となっています。なので朝起きてから最初に食べたものの吸収率はとても高くなるのです。そんな時に朝食前にきな粉牛乳を飲むと、朝食で摂った脂肪分の吸収が抑えられます。また朝食後の血糖値の上昇を緩やかにしてくれるので、ダイエット効果が最も高いタイミングなんです。きな粉牛乳の注意点。ダイエットにとても効果的な飲み物のように思えますが、いくつか注意点があります。 1. イソフラボンの過剰摂取に注意。きな粉に含まれる大豆イソフラボンは女性ホルモンと似た働きをします。そのため過剰摂取するとホルモンバランスが乱れ、月経不順や乳がんなどのリスクにつながることがあります。
きな粉だけで1日に大さじ8杯までが目安とされているので、他に味噌などで大豆成分を摂る場合はもっと少なめにしておきましょう。2. 飲みすぎるとカロリーの過剰摂取に。牛乳 200ml にきな粉大さじ1杯を混ぜた場合、カロリーは約 165kcal となります。高カロリーというわけではないですが、1日に何杯も飲むとカロリーの過剰摂取になるので注意しましょう。以上、いかがでしたか？きなこ牛乳は牛乳にきな粉を加えるだけなので簡単に摂取できますね。ダイエットだけではなく健康にも良い食品なので、ぜひ試してみてくださいね。